当時の方。皆さんは誰ですか、はい、皆さんはどの時代の方ですか。僕は南北朝時代。南北、まあ、室町時代。ここ二人は室町ぐらい、うん、室町、うん、動画入っていいですか、皆さん撮ってます。大丈夫ですか。ありがとうございます。これって日本の一番古い大学という書いてますけど、それ本当ですか。それ知らなかったです。いろんな武将、戦国時代の武将の、はい、三男四男がここに来て、兵法を並ぶと。あ、なるほど、うん、並んだ場所ですね。すみません、ありがとうございます。お忙しい中でも。いや、本当に日本の一番古い大学らしいですね。じゃあそろそろ足利学校の中に入っていきましょう。素敵ですね、綺麗な日本庭園みたいな形をしてます。で、案内板見ましょう。あ、梅の木、ここも咲いてますね。日本遺産に登録されています。すごいですね。日本の一番古い大学が栃木県足利市にあったわけですね。じゃあここでチケット売ってるようなのでチケット買いましょう。はい、皆さん、今チケット買ったんですけど、実はチケットというのは学生証なんですね。学生証、足利学校に私が入った、ここの大学に入学できたということになります。たった400円ちょっとですけど。はい、いや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 、素敵な場所ですね、ここ。いや、栃木県足利市、こんなに素晴らしい歴史を持っているなんて、本当に恥ずかしがりながらも知らなかったです。これ梅の木です。梅の木、本当に美しい。私、桜と梅の違いはたまに本当にわからないですけど、わかりやすく言うと、やっぱり2月一番早めに咲くのが梅、遅めの3月以降に咲くのが桜という、勝手に自分の中で決めつけてますが、本当はどうでしょうか。本当に色だけではわからないです。ここは稲荷大社。稲荷大社、あ、こんな感じの稲荷大社初めて見ました。これを見て、早速足利学校の方に行きましょう。ここで皆さんお祈りされてるんですね。はい、皆さん、そろそろ大学の中に入ってみましょう。学校の建物に入ります。これなんですよ、学校の建物です。足利学校、日本の一番古い大学ということです。なるほど、ここで昔お金を持っている人たちの子供たちが勉強してたんでしょうね。いやいや、日本の一番古い大学という言葉がすごいですよね。一番古い、一番歴史がある。ここは、じゃあ向こうは何でしょう。今現在このような大学があれば、私もう一度学生生活を送りたいぐらいですね。なんて美しいんだ。ここにも梅が咲いてます。今日は本当に晴れてよかった。すごいいい天気です。天気に恵まれてて、歴史に恵まれてて、足利市に恵まれています。この中で皆さんが勉強してたんでしょう。さあ、どこから入るんだ。
そうか、こっちから行けば学校の中に入れるということでしょうか。じゃあ順路通りに行きましょう。いやー、梅の木が綺麗。あれ藤の木でしょうか。あ、こっちが入り口。綺麗な景色ですね、これは。これなんだ、水をかけてから入るのか、手を洗ってから入るのか、どっちなんだ。この場所から水を入れてください。日本の一番古い大学の中に入りました。ちょっと歴史を勉強しましょう。足利市の教育遺産群、これだけあるんだ。ここに日田市の情報もあって、近世日本の教育遺産群。こうカメラ撮っていいのかな。あ、フラッシュは使わない。フラッシュは使わなければ大丈夫ということですね。あとは触っちゃいけない。あ、順路こちらからだ。その中で食べてもダメ。すいません、ここはチケット大丈夫ですね。これで入れるんです、チケット。はい。いやいや、これ外国の皆さんも興味持つんじゃないですかね、この動画に。日本の一番古い大学は栃木県の足利市にあるなんて。これは特産品かな。いや、これまで足利に来れば本当に足利フラワーパークで終わってましたけど、もう少し早い段階で足利の歴史を勉強すればよかったなと今改めて思いました。この中で皆さん勉強してたんだ。教室にあたる場所ですね。漢字試験の用紙、自由に挑戦してください。今から再び大学入りますか。もう一回大学学生になりましょうか。初級レベルの足利学校漢字試験、これは合格する自信もあります。いやー、素敵な天気だ。梅が咲いてます。足利学校の中の庭です。本当に綺麗な日本庭園みたいな感じで美しいですね。なんて美しいんだこの日本。北庭園、ノースガーデンだそうです。いや、足利市に来てよかった。また新たな勉強、新しい情報がたくさん入りました。
ここが出口かな。ここから出口に向かいます。そろそろ帰りましょうか。ちゃんと靴脱ぎましたよ。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。